こんにちは。大家さん専門税理士の渡辺浩司です。今日ですね、税務相談 Q&A、 不動産の売却、売却した年は減価償却するのというテーマでですね、お話ししていきたいと思います。では今日の質問内容になります。2年前に購入したアパートが高値で売却できるということで売却を検討しています。ただ短期譲渡となるためかなり税金で取られてしまうと思います。少しでも譲渡所得が低くなるようにしたいと考えていますよ。売却する建物の減価償却費を計算せずにですね、譲渡所得の計算をすることは可能でしょうかということですね。このチャンネルではですね、大家さんの税務相談の Q&A を1日1つずつですね、解説していっております。私が過去メルマガで書いていた相談内容からですね、厳選して紹介していっております。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンですね、ポチッと押していただければと思います。それからメルマガの登録ですね、こちらも概要欄から無料でできますので、こちらもですね、ぜひお願いいたします。ではですね、解説の方に行きたいと思います。まず譲渡所得の計算ですね。譲渡所得の計算というのは、不動産を売却した時の値上がり益を計算していくわけです。値上がり益というのはどのように計算するのかというと、収入金額、売却金額です。売却金額から取得費、購入した金額プラス譲渡費用ですね、売却にかかる費用、これを収入金額から差っ引きますよ。つまりこれが値上がり益ですよということですね。でこの中でも取得費ですね、この取得費、売却金額から差っ引く取得費というのは、購入した金額から減価償却相当額、つまり今まで減価償却した分を差っ引いた帳簿価格ですよ。まあ、簿価って言いますね。簿価っていうものを使っていきますよということになるわけです。つまりですね、購入した金額から過去の減価償却した分ですね、これを差っ引いていきますので、まあ、問題は売却する年ですね。売却する年。つまり売却する年の1月1日から売却するまでの期間ですね。例えば9月に売却するよって言ったら、9月までの期間、ここの減価償却費を差っ引かなきゃいけないんですか、どうなんですかというような質問だということですね。でこの減価償却なんですけれども、年度末ですね、個人で言うと12月31日において有する減価償却差について行うんだということ、これが原則ですということです。まあ、つまりですね、年の途中で売却して12月31日まで保有していないものについては減価償却がしないというのが原則なんですよということですね。あくまでも年度末まで持っていたものだけが対象ですということになるわけです。つまりこれ減価償却しないということであれば、元々の取得費から控除されないものになりますので、それは取得費としてですね、譲渡所得から控除されるものになっていきますよということになります。ただしですね、ただし所得税法基本通達49番54というものがあってですね、何て書いてあるのかというと、年の中途で譲渡した減価償却差の譲渡までの期間にかかる減価償却費については、譲渡所得の計算に含めずに不動産所得などの必要経費に参入しても差し支えないものとするというふうに言ってるんですよ。つまり原則はですね、原則は期末まで持っていないんだから減価償却はしないと、しないということは譲渡所得の取得費になるんだということですね。ただこの通達によってですね、減価償却して不動産所得の経費にすることもできますよということです。つまり選択してくださいねということですね。有利な方を選択するということです。有利な方ってどういうふうに、ね、選択すればいいんですかということなんですけども、まあ、その判断基準はですね、税率だということですね。税率だということです。まあ、譲渡所得というのはですね、まあ長期とか短期とかあるんですけども、まあ、今回で言うと短期譲渡所得になりますね。5年以下、1月、売却した年の1月1日で5年以下なので短期譲渡所得。でそうするとですね、税率が 39.63% なんですよ。でもしですね、減価償却した場合ですね、減価償却した場合、不動産所得の方で経費できます。でそうすると、総合課税ですね、総合課税の税率。もしですね、この税率よりも低いのであれば、減価償却しない方がいいですよ、ということですね。つまり税率で判断するということですね。これ短期譲渡と総合、課税の税率ですね。比べて、高い方で経費化していった方が、税金は少なくなると
という話です。なので、税率の比較ですね、まあ、短期の場合でいうと、まあ、所得税、住民税だけですけども、これ 39% ですね、まあ、復興税ちょっと入れてません。それから、総合課税ですね、不動産所得の方に入ると課税所得が900万円を超えると 43% です。所得税 33% の住民税 10%、それから、長期譲渡の場合は 20% ですね。所得税 15% の住民税 5% ですね。で、そうすると課税所得がそれを超える場合というのは330万を超えた場合ですね。330万を超えると 30% になってきます。所得税が 20%、住民税が 10% ということですね。まあ、そうすると実際に計算してみてですね、実際に計算してみて有利不利の判定をしていきますよ。つまりどっちの税率が高いんですかということですね。譲渡所得の、ね、税率と総合課税の税率、高い方で、ね、経費化していった方がいいですよということになっていきますので、まあ、これはですね、実際に計算してみないとわからないということになってきます。